皆さんこんにちは、レナトスクリニックです。今日は脇のボトックスをしたいけど注射が怖い、痛いのは嫌という方のために、麻酔のクリームでどれくらい痛みが緩和されるのか検証します。ではこのようなガウンに着替えていただきます。右が麻酔ありで左が麻酔なしです。こちらが麻酔のクリームです。自分で塗っていきます。はい、これから処置を始めていきます。ではまずは麻酔を塗っていない左側の方から始めていきます。消毒します。では塗っていきますね。では続いて麻酔をした右側の方を始めていきます。では打っていきます。どうですかね。痛くない。はい、終わりです。はい、では痛みを評価したいと思います。まず麻酔なしでやった左なんですけれども、3と4の間ぐらいですね。結構痛かったです。痛みが弱い方、痛みに弱い方は麻酔つけてあげた方がいいかもしれないですね。で、麻酔をつけた右側なんですけれども、1です。ちょっとだけ痛いぐらいでした。麻酔をつけた方は全然痛み感じなくて、すぐに終わりました。はい、麻酔はぜひつけていただいた方がいいかと思います。